三崎、えー、さんのファンです。今日も一日ライブを見返して勉強させていただきました。ありがとうございます。嬉しいです。熊本でウェブ制作会社を5年ほど営んでおりまして、最近受託ではなく、なんか自社配信のサービスがしたいと思い、今まで他社の EC 制作をやってきた背景から D2C をやってみようと決断しました。ターゲットは女性に絞ろうと思っているんですが、今からでも勝てそうなカテゴリーがあれば教えてください。えっ、ー、とね、基本的にこれ D2C や,やる人に、これから D2C やりたいよっていう人にはっきり言っていいですかもうこれね、ぶっちゃけはっきり言うんですけど、マジでもうきついっす。はい。 昔と全然違いますね。うん。全然違う。あのー、今から D2C やっても、えっ、ー、と、大体僕ね、99%が失敗すると思ってます。実際成功してる会社あんま見たことないです。なんでかっていうと、一昔前は、えー、ライバルもそんな少なかったですし、えー、本当にね、例えばまあ、3、4000万円はね、D2C の会社って作れたんですよ。 でも、今もう3 0 4千万じゃ絶対作れないし、少なくとも僕の裸で3億円ぐらいからじゃないと、D2C って軌道に乗っていかないです、まあ、それだけライバルも増えて、結局、単価競争になってるんですよね、今。 単価競争になってるんですよ広告費は高いしでも商品は安く売らないといけないでも原価は高くていいものを作らないといけないだからね今まで以上に薄利多売みたいな感じになってるんでえ正直きついでその背景にインフルエンサーが今 P2C って言ってダイレクトで自分でさ自分でねあのもの売れちゃうんですよだから僕たちクランとかいらなくなっちゃってるんですよだからあのすごい厳しいと思いますよ今だから僕はね D2C をやるっていうのは正直おすすめしないですこれからははい。